ズビエダ地方、レゾフに到着。守護天使が封印された神殿があるのは、名神林ネメシスとは反対の方向。こんな短期間にまたレゾフに帰ってくるとは思いませんでした。少なくとも、流星学園を卒業するまでは、戻ることはないと思っていたんですが。そう思っていると、案外帰る機会が来るものよ。へえ、ここがソフィーの故郷か。確かに寒い。っていうか、めちゃ寒いね。インクの上は慣れてるのに、凍えそうだよ。マイヤさん？来てたんですか？私もいるよ！ウズメも？友達のお家にお邪魔するこの日のために、ブリュマステラーになったと言っても過言じゃないね。マイヤさんの素質は図抜けたものがありましたが、ブリュマステラーになっていたんですね。私が育てましたって顔していいよ。ソフィーがメダル取ったら、私もドヤ顔するから。しませんし、私がメダル取ってもドヤ顔しないでくださいね。あははソフィーってばクールなんだから。ちなみに、私も同行させてもらうよ。ラティエ学園長も？もしかして以前レゾフに来ていたのは、この事態を予想して？いや、ただの偶然だ。ですよね。神殿へ移動する。変身してついてきて。着いた。このまま試練のパテルのところまで先導する。あれが守護天使が封印されてる神殿ね。考古学的にも価値がありそうだわ。よーし、このまま守護天使のところまで一直線。あ、モンスター？させません。プリガーレ・アンドロメダ。ミレーナ先輩、パリアありがとうございました。いいえ、聖女と呼ばれる者として当然の務めです。聖女になったかと思えば、魔界にも出張る羽目になっちゃって。どうしてこうなったんだか。イレーナ先輩、後方支援なら任せてください。傷ついた方は回復いたします。はい、頼りにしてます。がたくさん。リクリエってやっつけたんじゃなかったっけ？流星四国よりいっぱいいる気がするんだけど。リクリエはこの木に便乗して世界を滅ぼす気なのだ。この前止められたところなのに、往生際が悪いのだ。あれ、アルモタイルさん、ちっちゃくなってる？聖騎士のみんなが戦っているのに、待っているだけは嫌なのだ。アルモタンも戦うのだ。でも本体に引っ張られて、また堕天使に落ちると良くないから、違う場所に来ているのだ。ちっちゃいのも、本来の姿から離れて、少しでも堕天使にくくするためなのだ。へえ、なるほど。今の説明、分かってます？半分くらいは。やっぱり。とにかく、アルモタンたちも一緒に戦うのだ！みんなで世界を守るのだ！倒
しても倒してもモンスターが湧いてきますわ。このままでは拉致が開きませんわね。舞台を分けましょう。生徒会メンバー及び機動力の高い聖騎士は神殿中心部へ向かって守護天使を解放してください。エリスさんとアニュラスさんは後方から押し寄せるモンスターの迎撃を、その他の者は私と共に前方のモンスターを蹴散らして道を切り開きます。ダメージを受けた人は即座にイレーナさんの治療を受けてくださいな。全員生きて帰りますわよ。はい、見たいアニメもまだまだたくさんあるしね。ブリガンデテンペスト。大型モンスターを歯もたやすく、さすが若学園長ですね。未来を切り開くのは若者に任せよう。行きたまえ。はーい、飛ばすわよ。最大戦速で突破します。標的を発見、速やかに撃破する。私、この戦いが終わったら金メダル取るんだ。ダメ、それ死亡フラグ。だいたい金メダルならいつも取ってるじゃないですか。ふざけてないで戦いますよ。今度こそ大釜対決ね。死神の異名もらっちゃおうかしら。釜ならアルモタンも負けないのだ。試練など不要、死あるのみだ。生き残るためなら試練でも死神でも乗り越えてみせます。楽しまれば。レディーゴー。汗どうしよう。サンシャインスプライス必殺技いっちゃうよ。グレートストレイン、うんうん、フェイスしますよ。ビーナスエクスカリバー、輝け一番星、ディバインスエリアイルミナール、ホイメアリービット、高ぶる実績、ホリーアキュブレード、エテオライトキャリバー、フェイマスマッシュ、フルパワーだ、ヒーラングストライク、サンシャインスプライス、ゼロ光の誠意、ガーディアルブライティー、エテオライトキャリバー、ホイメアリービット、素晴らしいご活躍です。エルズフォーム、まだいい。ランブル、死が拒絶。私も戦います。ウェイドの作法をお見せしましょう。リアイルミナール、再生の魔女の奇跡の薬プロダクション、目標に名サンシャイン、この調子でいきます。光の誠意、カーディアルブライティア、うん、上手ビーナスエクスカリバー、すごい金星の力、シャイニーシュ、すごい。我は死んだ、聖者に安寧を与える。行きます。コキュートススピナー。試練を乗り越えたか。本来の居場所であるピーニスの塔に戻ったのだ。ふう、無事に大役を果たせましたね。神殿の周りにいたモンスターも消えましたし。でも、なんでウズメもコキュートススピナーって言ったの？だって仲間外れ寂しいじゃん。お揃いの聖術とか羨ましいし。じゃあ3人で合体技作っちゃう？い
いいね、いいね。マイアちゃんとは同じ学年なのに、ニアミスしてばっかりでちゃんと話したことなかったから、なんか新鮮。てか、マイアって呼んでいい？同じ学年なんだし。うん、もちろん。よろしくね、うずめ。よろー。さすがうずめ。コミュニケーション能力が高い。でも前から気になってたんだけどさ、ソフィーってどうしてマイアさんって呼んでるの？同い年じゃん。だってフィギュアスケーターとしてははるかに格上だし、恐れ多いし。私のライバルなんでしょ？私に勝つんでしょ？なら恐れ多いとか言ってないでさ。じゃあマイア。うん、帰ったら一緒に練習しようね。フィギュアも誠実も。いいなぁ、私もスケートやってみたいなぁ。それなら教えるよ。一度フィギュア部に遊びに来て。やったー、絶対行くからね。さてと。あら、どこに行かれるのですか、学園長。帰還の準備ができるまで待機のはずでは。ああ、分かっているよ。だが、こんな古い神殿を訪れる機会はそうないし、せっかくだから探索しようと思ってね。なるほど、それなら私もご一緒したいところですわ。ですが、まさかそのまま旅に出ようとお考えではありませんわよね。はははははではありませんわ。図星ではありませんの。ラティエ学園長を逃がしてはならないと教皇長に言い含められておりますので、おとなしくしていてくださいね。おや、教皇長にも目をつけられていたか。困ったものだ。それはこちらのセリフですわ。絶対に逃がしませんからね。任務完了、はあ、あとは世界樹が開くまで待機。向こうに洞穴がある。寒さがマシになる。よく知ってるのね、ズビエダの子じゃないのに。この神殿は私が発見した。魔界の調査も私の任務だったから。じゃあ、守護天使を見つけられたのはあなたのおかげなのね。お礼に、なでなで。なでるな、うっとうしい。そうなると姉さんはなかなか止まりませんよ。観念して私の分まで撫でられてください。なーでなーで。